始まりました衛星ゲームスジュニアー。はいはい、まあ、ST は空前のつむつむらのブームなんですけども、はい、楽しい。もうね、なんか運がすごくて、この3人は、はい、もうノリはリセマラ頑張ってまずバンビ出したんですよ。はい、素晴らしい。一番強いって言われてるトップ3のバンビ出しまして、まあ、僕はダンボ出しまして、はい、まあ、S も8体ぐらい持ってて、そうだね。で、ノリもその後ピーターパンとかも出しちゃって、はい、もうなんかすごいの出しまくってるんですよ、うん、で、僕もバンビバンビ出しまして、うん、まあ我々はまあ桃を持っているなと、そうですね、いうところなんですよね。こんな S 持ってるやついんのかってね。そうなんですよ。で、まあ今回はこのジャック・スパローがイベントで来ているので、これをちょっと10連溜まっているので、なるほど、ぶん回してジャック当ててやろうかなと。これはあれですね、ジャック・スパロー確定がいるんですね。もうそうです、光り輝いてるのがジャックですね。これはね、ちょっと当たりそうな時にやるから俺は当たりそうな時って配置が毎回違うから。おお、そうか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 。これはね、当たらない。直感がね、なるほど、なんかもうそんなとこまで行っちゃってんだけど、そうそう、虹玉が多く当たりそうな配置を自分で見分けます。あ、いいんじゃないですか、これ。これはね、良くないです。ああ、直感難しいな。これ当たんねえな。いやいやいや、僕の直感はもうほんと素晴らしいんで、はい、これ当たります。おお、これです。ということで、今日がジャック当てたんですよ。もうほんと一発で、虹玉で。そう、一回でポンポンポンってで、イベントでめっちゃ無双してるんですよ。ああ、そうやってるから、俺も1300万とか出してても、なんかロビーが強すぎて5位とかなんですよ。でこっち900万とかで1位とかなんで、鬱陶しいんで、もうジャック捕まえて、俺が1800万ぐらい出して、もう黙らせて1位取ろうかな。なるほど、なるほど、黙らせましょう。それでは行きましょう。おい、じゃあ皆さんここに注目してもらってね、いきます。さあ、あぶん、とりあえず虹4つは欲しい。そうだ、うん、別にジャックじゃなくてもいいから、頼むよ。当てる配置、当てる配置、当てる配置。いいよ、いいよ、いいよ。あ、ジャックに当たんない。あ、でも5個ある、5個ある、めっちゃある。まずね、まあ、ティモスイーですね。まずはもう、どうでもいい、うん、この辺はいいんですよ。ティモスイーノルマ、おちゃ、おー、やばい、来た。ノルマ持ってないよ。あ、また来た。やばい、3レース、えぐい、持ってるでしょ。やばい、なんでそこまで当たったらジャック当たんないんだ。怖い、やばい、ベル嬉しい。来い、ジャック来い、ラスト。ワクワクしてきた。やばい、どんなケース当たんの、どんなケース当たんの。こんな当たんないっす。3連続はえぐい。来るよ、来い。あ、ノーマルですね。はい、え、でもすげえ。まだあるから、まだもう一個あるから。西山しかもう一個ある。マジで、まあ、当たり当たり来ましたから。やばいって。まだ、あ、ノーマルか。いやー、勝ち、いやー、勝ち。でも素晴らしい、3体、すごい。 S3体、やばくない？マリー嵐出る。3体出ないよ、10連で。3体出せてない。だっておた、みんなやったけどさ、もう1体も出ないやつとかいたし。ターボはゼロだもん。俺も1体だったし。1体だった。あ、俺はあの間違えてやる。フルオープンっていうわけわかんないやつ。もうやったよ。これ何がすごいって3連続出てたね、今。あれ怖かったね。やばい。みんなのリアクションで俺 S なんだって先にしてる。見てなかったから。ここのリアクションで、あ、 S なんだ。ずっと金色の光だから。何体目も10いったんか。じゃあボックス見せちゃおうか。じゃあ皆さんボックス、じゃあ僕の紹介だと思います。S だけで野球チーム作れる。はい、まずダンボ、エースダンボです。もうハイパーです。で、スキルマ、やばい。で、ダンボ、バンビちゃん、バンビちゃん、うわ、もうすぐスキルマにして、まあ2000万ぐらい出そうかな。で、もう野獣もカンストしますし、ピグレット、プーさん。あ、ピグレットもいいっすね。そう、あ、プーさんいるんだ。で、ドナちゃんね、愛しの、愛しのドナちゃん。で、ピノキオ、ランドール。あ、ここら辺は S だよ。この辺は S、 何体いるか数えようか。2、4、6、じゃあ9体かな。8、9、7、8。あ、で、レベルで9か。あ、じゃあもう9体、野球チーム完成ということで。次はサッカーチームをね、次はサッカーチームを2人増やそう、作れるように。あれよ、マジシャンミッキーが欲しい。マジミキか。そうなんでね、メンバーでも唯一のマジシャンミッキー持ってないっていう。え、本当に
マジシャンミッキーだけじゃない、もう持ってないって。あ、もうそのレベルまで来てる。あ、多分そうだね。誰が当てるか。今タツキが出遅れてムッキーになってリセバラしてる。これだからタツキが当たったらすごい、やばいです。行ってみます。イベント行ってみる。どういう感じで立ち回ってるのかっていうのじゃあ見せようか。今俺1300万で5位です。え、俺850万で1位だよ。やめて。おかしくない？おかしくない？それもう2倍近いよ俺。えぐ。そうなの、なかなか勝てないのにロビーが強すぎて。ガウン！あっ！ありますからね。どう立ち回ってるのか。まず初手でバンブです。はい、これは確定です。そうすればバンメ動くんです。え、バンメ強くない？強いよ。バンバン動かしてくれるの、これバンメ。ほら、来た来た来た、これやばい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 。とりあえず、どっちか壊してるのね。一番安牌に壊せそうなのが、左側だね。左側壊します。あ、あわよくば一瞬みたいなね。で、あっち側も壊すと。はい、あ、うまい、上手。やっぱね、どんだけ短い期間で、この爆弾処理爆弾処理爆弾処理大事ですから。で、ノリたちがまだやってないテクニックをちょっと見つけたんですけど、うん、僕とノリたちの違い、スコアがちょっと差があるじゃないですか。そうですね。そこの差って多分この横にやるのっていいじゃないですか、うん、それはまあ結構初手のテクニックだと思うんだけど、どれを倒したらいらないやつが上に行くかっていうとこまで考えて計算してるとか、上に少しだけ固まってるような状態だったらもうで少しこの辺にいるんだったらもう上を消しちゃえばもう次こういけるわけ、うん、その辺も考えてやるともうガチ勢になります。このこれの気持ちよさすごい、すごいね。そうなんか名前つけよう。あ、何ですよ。階段落とし、ダセクソダセ、ヒギ落とし、階段落とし、ヒギ階段落とし。あ、使わないんだスキル。まだまだバンビが足りない。そう、これね、バンビの使い方はね、そう、多くいた方がいい。あ、バンビが上だ。ここです。ある程度溜まってからやったらバッと消えます。おぉ、うーわ、こういう離れてる場合は使えない。あー、コンボになんない。そうそう、ただただ邪魔になる。おいよ、いいよ、バンビが消える。そう、消える。お伝え狙い。あ、でも下の下にしかいないから、ここはこの、このスーパー消しの振り。階段落として。いい、階段落として。いいの、それ稼いでもらって。いいのってやめて。登りだろ、登りだろ、稲妻登り。ちょっと稲妻っぽい。あ、ちょっと好きよね、それ。すごい、ちょっとカッコつけたからね、稲妻登り。あ、キュッてできそう。あ、でもキュッてできない。キュッてになっちゃった。意味わかんない。どっち？ね、光らせるテクニックあるじゃないですか。うん、俺大体ミスるから、ね、あんまやんない。あ、こうやるとなんかたまにシュッていっちゃうっていうの見ちゃうのが多すぎて、ね、あんまやんない。とりあえず勉強しとく。やばい、ちょっと困る。手に困る。お、今ね、あ、貯めたか。とりあえずこれをもう自力で壊そうと思って。あ、プラス3のバンドですね。そうそうそう。今日だからスタンバイ積むがバンビなんで、やっと1000万超えできてる。おお来ましたね、1000万。今3位です。1000万で3位、かわいそう。ほんとかわいそう。あ、いいよ。おいいね、バンビちゃん。いいね、すっげえたまった。いや、邪魔、邪魔すぎん？邪魔すぎない？こいつら渋いな。まあ、ここは俺の高等テクニック。はいはいはい。おお、気持ちいい、気持ちいい、フィーバー、フィーバー、フィーバー。あー、いい、フィーバー、気持ちいい。空のね、空の空のこの番組。おー、いい。おー、あー、美味しい、美味しい。一気美味しいよ。稲妻のぼり。一気ってしまう。やってる俺が1ミリも覚えてない。今日ね、このやってたんですよ、はい、で、バンビをスキル使おうと思った瞬間にバンビ全部なくなったやん。やばっ。で、どうなるんやろうと思ったら1匹バンビパッて出てきて3本になって終わった。はい、一応出てくるね。出てくるんですなんか消えてる。これすごいレア情報。これレアだ。何にもいない場合って1匹出てきて3つなんですよ。ひさかやな。うん、何にも悪いと。なんかやっぱツムツムと違うところはね、時間がないからいいよね。
そうだね、そうね、考えれる。確かに戦略ゲーだよね。すむすむ、せわしいからね。アンド運ゲーですから。運強い、運要素強い、運強い。浮き上がってるやつらはもう全部運ですから。運営がやってるんちゃうかっていう、操作してる役あるよね。よし、あーいいね。お、今の結構行動テクニック。うん、捕まっちゃうと終わりだ。そう、捕まるからその間すり抜けていく。あ、今のいいね、今のいい。さらっとね、行動的に起動しますから。いいですね。やっぱ上手だね、パズルが。パズルっていうのわかんないけど。パズルじゃないかな、これ。これはもう、適当にこれ打てば、3つに繋がるだろうっていうノリで。はい、繋がらないんですかね。はい、繋がらないです。出ました。目悪くなってる。俺、普段これめっちゃせえへんから。あー、気になっちゃうから。あ、これ大稲妻登り、ちょっと雑なね。雑の雑な登り、雑。いや、もう積みましたね。あー、700、うん、ちょっと積みました。コンボは行きたいね。あえて当てて、あー、奥まで行かない、行かない、行かない、行かない。まあね、一発撮りで、まあアップがてら700万ぐらい出せますよ。いいと思うよ。ということで、まあ10年、まあ3つも痩せれたんで、素晴らしい。そうだ、忘れて、素晴らしいです。忘れちゃいけない、そこメイン。ということで、じゃあまたなんか250個貯まったらみんなで回して、じゃあ、うん、ということで、じゃあぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、さよなら、バイバイ。